ヘイニエルことヘイニエル・ジェズ・スカルバーリョは、ブラジル・ブラジリア出身のサッカー選手。ボルシア・ドルトムンと所属。ポジションはミッドフィールダー。メディアによっては、レーニエルとも表記される。2002年に、ブラジルの首都ブラジリアで生まれた。父親のマウロは、元フットサル選手で、フットサル・ブラジル代表として1985年のフィフサ世界選手権の優勝メンバーの一人である。その後、 オタフォゴ FR、フルミネンセ FC の下部組織を経て、2014年に CR フラメンゴの下部組織に入団した。2019年7月31日のコパリベルタドーレス2019の CSMLX 戦でトップチーム初出場。8月4日にカンピオナートブラジレロ、セリエ A 初出場。18歳を迎えた2020年1月19日。 レアルマドリードに移籍することが発表された。契約期間は2026年6月までで、報道によれば移籍金は3000万ユーロ。U-23 南米プレオリンピック終了後に、B チームのレアルマドリードカスティージャに加入予定で、2月18日に入団会見が行われ、背番号は19番となった。2020年8月19日。 ボルシアドルトムントへの2年間のローン遺跡が発表された。2017年に U-15 代表として南米 U-15 選手権に出場。U-15 エクアドル代表、U-15 ベネズエラ代表戦にスターティングメンバーとして出場し、両試合で得点を記録した。2018年3月7日にモンテ牛国際大会に挑む U-17。 代表に選出された。2019年の南米 U-17 選手権では首相としてグループステージ4試合全てにスターティングメンバーとして出場3得点を記録したもののグループステージで敗退した。1 8 5センチメートルの長身と高い得点力を合わせ持ったプレースタイルからネクストカが呼ばれるが、ポルトガル出身のフラメン語のジョルジェ・ジェズス監督は ジョアン・フェリックスとも比較している。ありがとうございます。